夏のデイジーのミッション、一プレイで5回フィーバーしようからスタートしていきます。はい、では行きます。これは始まりますね。少しメロディーも違うのでこれがいいかな。では行きます。で48個しました。クリア。
ということで28個も消しました。なるんじゃないかな。
ということで、まあ1200から1500くらいは稼げそうな感じ。お金が、レベルが上げられる。はい、ということでクリア。これでおしまいかな。はい、完成。あと3つもらいました。はい、3つ目の星座できました。あ、最後グーフィーじゃなくてプルートでした。はい、ということで次回はプルートですね。合計 1400EXP 稼ごうからやっていきます。これをバンって使ってちょっと稼いでって感じかな。はい、対象ツモを持ってるととてもやりやすいと思うので、ぜひぜひ持ってる人は用意しておいてください。星座完成で、ツモス削除のチケットがもらえます。はい、ということで今回も